思ったより簡単に作戦がバレちゃった。Kグループのリーダーは結構頭が切れるんだ。でも残念、実はこの作戦がバレるのもこいつの計算のうちなんだよな。それでどうするんですか、雄一さん。さあ。へえ、そこはブレないんだ。うわー、やっぱり生はすごい、完全な悪人顔だ。さすが、もう気づいてたんだ。確かにそうかもですけど、なんで攻略法を相手が気づいていると思うんですか。じゃあその寝返る作戦が失敗したとして、その後はどうするんですか。君は俺に絶対服従を誓える。こいつ私を脅してるつもり。でもまあ、それも面白いか。いいですよ、このゲームに勝てるなら。もちろん俺に従えば絶対に勝てる。うわー、すごい自信。ああ、だからあの時私が女かどうか聞いたのね。それにしても片桐雄一、こいつは思ってた以上の最低なクレイジー野郎だわ。見つかり次第はいいけど、さすがにそろそろ天智くん限界じゃないのかな。おっと、手が滑った。えっ、どっ。え、あんた大丈夫か。はい、大丈夫です。はあ、びっくりした。確かに足止めのために私で何かをするとは聞いてたけど。何よこれ、こんなんで足止めに。えっ、やった。わかった、手伝うよ。すげー、やり方はともかく本当に二人の足止めに成功しちゃった。そら最初の仕掛けが動き始めてるはず。あのありがとうございました。あなたは私の恩人です。俺が面白くなってきた。